頑張るけど、お腹がへこまん。やろうと思っても、できるだけ歩くけど、お腹の脂肪を減らん。そう思った方におすすめな、深層腹横筋を紹介します。今回は、1目、3回、側筋、深筋、上筋と3種目紹介していきます。腹筋をしてもお腹が引っ込まない理由、腹筋の深層部が使えてないんです。お腹に力を入れると引っ込みますよね。この状態を保つことができる腹筋メニューです。食後にお腹が出やすい。朝からお腹が張ってる日がある。気づけば猫背になっている。お腹の力より腰の力の方が強くて反り腰になってしまう。そういった方にはぴったりなメニューです。一緒に引っ込みましょう。まずは初級からいきます。3種目ともポイントがあります。1つ目、できるだけ腰を床につけましょう。2つ目、息を止めないように5秒から7秒間息を吐き続けましょう。息を吸うときは口から一瞬で吸いましょう。鼻から吸ってしまうと息を吸う時間が長くなるので、一瞬で口から吸って、口を尖らせて5秒から7秒間お腹を引っ込めながら息を吐きます。初級編はまず片足上に上げて片足曲げます。片足曲げているので腰が床についてると思います。このまま足を振り下ろしながら起き上がったら息を吐きます。なくなったら戻って吸います。各足3回できれば真似して、難しければ3回やったら反対にいきましょう。いきます。スタート次は中級編です。今度はあぐらを組みましょう。足を伸ばします。組み下ろしたら同じように止まりましょう。息は5秒から7秒3回ずついきましょう。いきます。スタート。それではラストです。上級編は足を少し楽に開きましょう。そのまま足を振り下ろしてここでキープ。行きたくなったら帰ります。ラストは息をできれば7秒。上級者は頑張りましょう。3回いきます。今度は足を組んで膝をしっかり抱えてお尻と腰を伸ばしましょう。いきます。スタート。
お尻と腰がね、やっぱり硬くなると反り腰になってしまってお腹引っ込みにくくなるんで、しっかりね伸ばしていきましょう。ぐーっと運動もねもちろん大切ですが、体のね筋肉バランス取るのもねすごい大事なんで、辛いことだけじゃなくてね、こういうストレッチもちゃんと含めましょう。はい、これも一緒です。しっかり抱えて伸ばしましょう。スタート。しっかりねお尻を伸ばして、腰も伸ばして、柔らかい方がねいいですからね。今度ねお腹っていうのはやはり絞る方が絞れます。筋肉が硬くなってしまうと脂肪が取れにくくなりますから、両膝抱えてこのまま少しでいいので左右に揺れてねお腹を少し絞りましょう。できれば息吐きながら一呼吸で一往復、感じです。足を床につけたままで足を振りましょう。少しで終わります。 OK、 お腹を引っ込めたいよって方は朝晩1回ずつ、もしくは夜1回、毎日続けてみてください。1週間であなたのお腹が変わってきます。変化が起きたらそのまま続けていきましょう。やった人は自分のレベルをコメントください。気になる部位の根本を改善するメニュー、1日たったの14秒、本として出版することができました。これは本当に皆さんのおかげです。この本を手に取ってもらうことで、動画を見なくても自分の体型が変えられる。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で、誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので、10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて、体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって、人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。これからも YouTube をアップしますが、本に載せているメニューというのは本当に特別なメニューになってます。本日からご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので運動を習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。